どうも MJ です。今回はですねクエスト系モッドの紹介になります。でモッド名がですねワールドトゥーカムクエストモッド PS4 っていうモッドになっています。で詳細の方に書いているんですがクイッククエストモッドって書いてますんで、まあ簡単なモッドになってまして、だいたい約20分ぐらいで終わるようなクエストになっています。で特定の場所に行けばモッドで追加したクエストが始まるようになっています。でまあそうですね、詳細の方にも書いているんですがデスクローを大きくしたモンスターが出てくるようになっています。でまあこちらのデスクローの名前がゴジラっていう名前になっているそうです。でこちらで出てくるゴジラを倒した後ででもですね普通に敵として出会えるようにもなってるそうです。まあ輝きの海などに行けばいるような感じにはなってるみたいですね。でまあこちらのクエストクリアしてまたゴジラと対面したい方はまた探してみてください。であとはですねまあこちらのモッドを入れるとゴジラを倒す用の武器も追加されてるようなのでそれも探してくださいっていう感じで書いています。まあ今から紹介するんですが、まあ道中あれば探してはみたいかなとは思っています。でまあ NPC の方が追加されまして、会話の方ももちろんモッドで入ってますので英語になっています。でそちらの英語の会話の方はですね、まあ動画を撮りながら訳すのもまあ時間もかかりますし、間違ってる場合もあるので日本語訳の方を載せておきます。それではですね早速ですがクエストモッドの方を始めていきたいと思います。で現在はですねハイドパークに来ています。でクエストが始まるキーを持っている NPC がこのハイドパークとボルト88の間にいますので、まずはそちらに向かいたいと思います。まあ目印はこのハイドパークの後ろ側にあるこの貯水塔って言ったらいいんですかね、この柱を目印に歩いていただければいいかなと思います。はい、でまあこの貯水塔の近くにこういうふうに人が倒れています。で NPC の名前がサバイバーっていう NPC になっています。で今ですねサバイバーとの会話が終わりました。で一部会話が表示されていなかったんですが、まあこちらはですね言語設定が日本語になっていますので表示がされないようになっています。でどうしてもこちらの会話をきちんと見たい方は言語設定を英語にしてみてください。でまあ先ほども詳細の方で説明させていただいたんですけども日本語訳の方だけ載せさせていただきます。はい、でこちらの NPC と会話が終わりますと研究所の方が追加されますのでそちらに向かいますね。でそちらの研究所はですねハイドパークとこちらの教会の近くに追加されるようになっています。
はい、ここですね。で、ここがですね、まあ、クエストで追加される研究ラボになっています。で、マップでいうとハイドパークとチャータースクールの間にヘイリーファシリティっていうのが追加されるようになってます。まあ、直訳するとヘイリー施設っていうんですかね、まあ、ラボですね、こちらが追加されるようになっています。はい、では中の方に入っていきたいと思います。はい、で、まあ、こちら研究所の中に入ってきたんですけども、もちろん敵の方もいますのでご注意してください。主にグールが多いですかね。はい、で、まあ、中はいろいろと作り込まれていまして、まあ、ジャンク品や入手物ですねが、あのきちんと取れるようにもなっています。
はい、でこちらでまた入り口の方にまで戻ってきました。はい、で、まあ、のラボの方を出まして、今度はですね、まあ、のクエスト最後のボスになるゴジラを倒しに行きたいと思います。でそのゴジラが現れる場所っていうのがケンブリッジ警察署になっています。はい、それではですねファストトラベルの方をしていきます。はい、で今ファストトラベルの方をしてきました。でこの目の前にいるのがゴジラですね、レジェンダリーゴジラとなっております。でまあ現在はですね、まあ、BOS にめった打ちにされてる状況ですね。
はい、で、まあ、自分が何もすることなく BOS が倒してしまいましたね。はい、で、まあ、あっさり BOS に倒されちゃったんですが、またゴジラと戦いたい方は普通にいろんなところでランダムスポーンするそうなので、また探しに行ってみてください。それではですね、今回はクエスト系モッドでワールドトゥーカムっていうモッドの紹介でした。まあ紹介動画になるので、まあ、ざっとした感じで今回紹介していますが、またよければご自身の方ででもですね、入れてみて遊んでみてください。で、こちらで追加される、まあ、ゴジラを倒す武器っていうのが、まあ、今回どこにあるかわからなかったので、またよければご自身の方でも探してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。